はい、筋肉トークということでですね、はい、トップフィジーカーのお二人プラス1親父で、はい、一番トップフィジーカー一番だったらしてるじゃないですか。筋肉トークということで、はい、フィジーク選手のサプリメント何とってるの、サプリメントって本当にね、金かけたらいくらでも金かけれるんですよ。いっぱい種類あるし、でもその中でも本当に大事なサプリメントは何なのかっていうのをね、ちょっとこの実際取ってるお金もねそんなにない3人で厳選して取ってるサプリメントを紹介したいと思います。はい、ありません、はい、本当に、はい、増山選手お金ないですよね。子供生まれてね、子供生まれてね、お金ないで厳選しました。はい、はい、厳選したサプリメント何取ってますか。本当に取ってないです、ほとんど。あ、マジで。もうプロテインは、あ、プロテインね、プロテインは、まあ、それはマストプロテインは飲みます。はいはいはい。で、その次にあげるサプリメントは、と BCA とかも飲んでないので。飲んでない。あ、ただ飲んでない。減量の時はファットバーナーだけ飲んでます。ファットバーナーね、どこのファットバーナーですか。グリコのファットバーナー、グリコさんね、グリコさんおすすめらしいですよ。グリコのファットバーナーだけですよ。だけ。え、じゃあグルタミン取ってない。取ってないです。ない。はい、クレアチンないです。マジっすか。はい、どうやるわ。ほぼプロテインだけで、そうですね、フィジーク大会優勝しました。いやだからね、思うのがサプリメントに多くを求めてはいけない。そうですね、やっぱ食事ですもんね。食事が基本だ。サプリメントで補助という意味なんですね。まあ、もうサプリメント取っただけでバキバキにもならないし、痩せない、筋肉もつかない。まあ、やっぱり普段の食生活が大事だということですね。そうですね、まあ、いいことはいいですけどね、絶対。だからじゃあプロテインだけだったらほぼ月平均したらどれぐらいですか。プロテインも減量やったらあんまりタンパク質取らないので。あ、じゃあもうキロとかで足りると思うので。サプリ代は本当に何ぼすかね。そんなに使うみたいな。ざっくりファットバーナー買ってもやめて管理してっていうぐらい。月じゃ2,000〜3,000ぐらいよね。そんなもんです。わ、2,000〜3,000で GBBF のフィジーク大会オープン優勝できますよ。これはね、嬉しいですね。お金かけなくても優勝できるっていうことですね。いや、お金ないんでね。かけたいんですけど、子供に、自分にかけるよりも、自分の筋肉よりもお子さんにね、子供のミルクの方が、そう、子供のミルク、ね、子供のタンパク質の方が大事なんでね、のだと思います、はい。で、次はね、金本選手です。今年もね、優勝3回優勝しましたね。はいはいはい。まあ、トレーニング歴3年ぐらいですけど、3回優勝しました。で、この人が取っているサプリメント何でしょう。私はね、増山選手は、まあ、プロテインはまあ当然プロテインはまあマスね、はい、それ以外ともクレアチン、はい、グルタミンで EA、まあ、オーソドックスなやつは取ってますね。はい、でそれ以外で本当は、まあ、あんまり痛くないですけど、はい、一番効果のサプリメントは、はい、成長剤です。あ、やっぱりね、腸内環境大事。私は多分皆さん結構その原料とか絞りがいいですねとか、すごく食べてるのに代謝が言われてるのは腸内環境をめちゃめちゃ整えてるからって言われて、下手なさっき言ったグルタミンとかクレアチンとか飲むのも成長剤飲んで睡眠時間が増えた方が確実に体は良くなる。腸活大事。それはね、本当に胃もたれしないように腸活エネルギーを効率よく入れるっていうね、それを思います、はい。あ、でもグルタミンは胃腸を整えるっていうかね。いやだから意外にね、そこまでお金かけてないですね。月々どれぐらいですか。1万円もいかない。いかないぐらい。いかないぐらい。はい、いやでも分かります、はい、そんな感じです。自分も取ってるのはプロテイン、そして、はい、優先的に言うとクレアチン、クレアチンですね、はい。で、まあ、一緒ですね。あとはグルタミン。あ、やっぱり共通してますね。うん、そうそう、あれ、はい、で、あとちょっと余裕ができたら、はい、まあ、BCA か EA、あ、どちらかなですね。でも最近で EAA 取ってるんですけど、
BCA を取ってる時の方が良かったかもしれない。取られへんやろ、EAA の方がいい。そう、みんな EAA 以外みんないいって言ってるけど、ありますけどね。あの BCA って、はい、まあ、結構グルタミンとか、あの結構、はい、いろんなもん入ってる。でもエクステントもそうだし、アルコールもそうだし、で EAA 取ってる時の方がなんか回復が早かった感じがするのかなっていうのね、気がします。で、あと、はい、あと取ってるのが原料機は、まあ、ファットバーナーは、あー、やっぱ飲むんですね、うん、どこのやつですか。僕はね、ゴールドジムです。やっぱりゴールドジム、あのやっぱり原料末期ってコンテスト近いので、はい、なんかこうドーピング検査意識ちゃうので国産で取るみたいな感じ。だからもう原料末期の時はもう全部プロテインも EA も全部 BCA も国産で、結構だからコンタミネーションが怖いので何が混ざるかわからないから、そうですね、そんな感じでやりますね。あとバルトデキストリンがね、やっぱり一番いいかな。糖はやっぱり大事かな。今日もだから2時間トレーニングしたんですけど、糖入れながらやったら全然バテなかった。まだまだ 2,3 時間やれば、やれました、ね、イントラに入れてるんですか、トレーニング中に。そうそう、イントラだって飲まないからね絶対飲んだ方が絶対いいと思うそうそうそう。で、月もだから1万切るかなっていう。うーん、増量期も8000円ぐらいで、知らないのかな、感じで。だから意外にあれですよ、あのサプリメント取らなくてもコンテストは優勝できます。で、あのサプリメントを強化するよりも普段の食事を強化する方がいい、見直そうがいいって思います。サプリメントはあくまでも補助で、多くを求めない。まあ減量末期は多くを求めちゃうんですよ何にでも育っちゃうのってなるんですよ。意外にお金かけなくてもこんな体は作れますよという話ですね、はい。まあ、そんな感じで、ね、お金をかけないでね、細く長くやりたいですよねっていう話で、今日はいたしました。では